皆さん、こんにちは。現在、日本で人気がある車のジャンルといえば、クロスオーバー SUV や軽ハイトワゴン、ミニバンが挙げられますが、こうしたモデルには元祖となる車が存在しました。そこで、今回は昭和の時代に誕生した先進的な車をご紹介します。1.ホンダライフステップ版。近年、日本で最も売れている車といえば、軽ハイトワゴンや軽スーパーハイトワゴンと呼ばれるモデルですが、その元祖といえるモデルは、およそ50年前に誕生しました。ホンダは、1971年に大ヒットを記録した軽乗用車、N360 シリーズの後継車として水冷エンジンを搭載した初代ライフを発売。このライフのコンポーネントを使って同年スペシャリティカーの Z が登場。さらに多様化するニーズに応えるために1972年に派生車としてバンタイプの軽商用車ライフステップ版を発売しました。ライフステップ版の外観は背が高いボクシーな車体に極端に短いボンネットがあるスタイルで、ヒンジドアを採用している以外は現在の軽ハイトワゴンと同様なディテールを確立しており、当時としてはかなり斬新なデザインでした。また一般的な軽ワンボックス版では、フロントシート下にエンジンを置き、後輪を駆動する FR が主流でしたが、ライフステップ版は FF を採用していたことから、プロペラシャフトが不要となり、フロア高を下げて、より多くの荷物を積み込むことが可能でした。しかし、1974年にホンダは初代シビックの生産に注力するため、軽トラックの TN シリーズを除く軽自動車の生産から撤退することになり、ライフステップ版は短命に終わりました。2. スバルレオーネエステート版 4WD。 今や世界的に高い人気を誇っている SUV にはいくつかのタイプが存在します。中でも最も人気があり、車種も数多くラインナップされているのがクロスオーバーと呼ばれるタイプで、 SUV のラフな印象よりも都会的なデザインを採用し、実際の走りも舗装路が重視されたモデルで、一般的にはセダンやコンパクトカーの車種が流用されています。このクロスオーバーの元祖といえるのが、1972年に発売された水平対向エンジンを搭載するスバルレオーネエステート版 4WD です。スバルは1971年に東北電力から巡回用にとのリクエストにより FF1-1300G 版をベースにした 4WD 車を開発。わずかな台数が生産されたFF1-1300G 版 4WD の技術を応用したのが、レオーネエステート版 4WD で世界初の乗用 4WD 車と言われています。当時はまだアクロ走破性を重視しており、最低地上高も高めでしたが、まさにレガシーアウトバックの原型といえるモデルでした。その後、セダンにも 4WD を採用するなど、スバルは乗用 4WD 車のパイオニアとして現在まで DNA が受け継がれています。 3. 日産プレーリー。ミニバンといえばもはや流行ではなく、完全にファミリー層にはなくてはならない車ですが、現在のミニバン人気の立役者となったのは、
1994年に誕生したホンダ初代オデッセイと言われています。一方、それよりも10年以上前の1982年に日産は新たなファミリーカーとして3列シートのステーションワゴンタイプモデル初代プレーリーを発売。当時、多人数乗車が可能なモデルはワンボックスタイプが主流でしたが、プレーリーは乗用車タイプのミニバンの元祖といえる存在です。 FF を採用したことで室内は低くフラットなフロアを実現し、センターピラーのない大きな開口部のボディと後部両側にスライドドアに加え、多彩なシートアレンジも可能でした。従来の乗用車では実現できなかった優れた乗降性だけでなく、大きな荷物の出し入れも良好で、8人乗り3列シートと5人乗り2列シートの乗用モデルだけでなく、3人乗りと6人乗りの商用版をラインナップ。しかし、初代プレーリーは低いボディ剛性による乗り心地や運動性能の悪化や多人数乗車時の非力さがクローズアップされたことから販売は低迷。1988年に2代目にフルモデルチェンジすると、センターピラーレス構造を採用せず、オーソドックスなミニバンのスタイルに改められてしまいました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。